ホンダの燃料電池車 FCV、クラリティフューエルセルです。もうすでに、経産省に納入されているということなんですけども、まあ、基本的には年間200台のオーダーで、リース販売ということで立ち上がったということですね。で今、1時間ほど試乗してきたんですけども、もうすでに2008年に登場していたクラリティに僕はロサンゼルスでも乗ってるし、もちろん東京でも乗ってるんですけども、すで、に車としてはもうできてるんですよね。で、まあ、もっと最新の乗用車らしいクオリティを求めるためにもっとこう良くしていくっていうのはずっと続いてきたわけですけども、開発は続いてきたわけですけども、まあ、今乗ってみて率直な印象、もう今すぐでも欲しいというぐらいに、まあ、クオリティの面でも走りのパフォーマンスの面でも、まあ、乗り物としての、まあ、商品としての魅力ということでも持ってますね。でただこういろんな意味でこうコストがまだ見合わないとかいうことで、ホンダの場合慎重に、トヨタの未来とはちょっと違っていて、向こうは市販に移りましたけども、こちらはまずは、フリートから入っていこうということですね。まあ、ご覧のように、まあ、デザイン的には最初の、このモデルになってからの、まあ、プロトの段階の方がもっとチャレンジングで面白いなとは思ったんですけども、まあ、ちょっとパッケージングにいろんなことが要件に責められて、ちょっとこうもう少しスムースにいけたかもしれないなという気もするんですけども、まあ、こうやって見て実際に出来上がり実車をこう触ってみたり眺めてたりすると、まあ、これはこれで魅力的なのかなという気がします。走りのパフォーマンスはもう全く問題ないっていう言い方だとちょっと素人っぽいんですけども、そういうところにいると思います。静かであること、トルクフルな走りがする、トップスピードは165キロぐらいしか出ないんですけども、実際問題としてそれ以上のスピードが必要かっていうとそうではないので全く問題ない、むしろその走りの上質感であるとかそっちの方が大事になってくるだろうと。ただ今までの車との比較っていうことがいくつかの面で成り立たなくなる傾向にあるので、まあ、この先もっとこう、台数が増えて乗る人が増えて要求にいろんな要求が出てきてそれに応えていくっていうプロセスを踏むと、もうちょっと違った面が出てくるのかも分かりません。今までの内燃機の車、まあ、アイスの車と比べると、その延長線上にこれがいる必要は全然ないわけで、まあ、まだまだこの車が違う未来を作る可能性もあるのかなという気がします。